片方の目の上だけくぼんできたら、この動画を参考にしてください。視聴者さんからのリクエストにお答えしています。リクエストありがとうございます。片方の目の上だけがくぼむのは、おそらく筋肉バランスが悪くなっていると思います。その原因は、片方の目だけでものを見る、その時に体を傾け前になっていくか、体を傾けて反らすか、そのどちらかで片側の筋肉だけが緊張して上に上がると、まぶたのところがくぼみやすいので、姿勢から筋肉バランスが悪くなってくぼみができると考えられます。両方目の上がくぼんでくる場合は、また別の機会でお話をしていきます。姿勢を整えるのに、自分がどこが歪んでいるのかというところを初めにチェックします。鏡を見て自分の正中線、眉間、鼻の下、この喉のこのラインがまっすぐなのか、そのラインをもとに肩幅が左右均等になっているのか、この周りの筋肉が片方だけ分厚くなっている、もしくは高さが違うのか、肩が前に行っているのか、といったところをチェックしてください。すべてチェックできない場合は、一番自分が気になったことだけを判断基準にしてください。仮にこちら側の目がくぼんでいるとします。下を向いているのであれば、姿勢を戻して筋肉をほぐしていきます。姿勢を整えるのが、前かがみの場合は反らす、上を向いている場合は猫背になっていることもあるので、猫背を整えて顎を少し引いて正しい姿勢を取るようにしてください。マッサージの方法はどちらの歪み方も同じです。うつむいている場合は顎を引きすぎていることもあるので、顎を引きすぎないようにしてみてください。同じように鏡を見て、今度は横からチェックして、背筋と顎が引きすぎていないのか、顎だけ突き出していないのかをチェックすると分かりやすいです。まず体の調整法です。万歳をしてください。万歳をして、耳より後ろに肘を持っていって、そのまま下ろす。こうすると胸が反って背筋が伸びます。そしてうつむいていても、反らしていても、顎の位置だけを戻します。これだけで構いません。あとはマッサージを行います。マッサージは首の後ろから頭のてっぺん、そしておでこ、眉の上までをマッサージしていきます。引きつっているので緩めていきます。この時に緩めすぎると、こちら側だけがたるんでくるので、右と左同じになるようにゆっくりマッサージをしながら調節してください。大体この目の幅でマッサージを行います。もしこちらがくぼんでいたら、こちら側をマッサージしていきます。動かし方は回転させても揺らしてもどちらでも構いません。動かしやすい方でマッサージしてください。ここでのコツは、首から頭、前に行く、この手順ですね。この順番が一番効果を出すためのコツになります。疲
れたらこっちの手を使っても構いません。両手を使っても構いません。このエリアを上からマッサージをしていく。それだけです。眉毛のとこも軽くマッサージをしてください。爪が長い場合は目に入らないように注意をして緩めてください。強くやる必要はありません。早く揺する必要もありません。早く揺するとむくみが散ってくぼみが目立つので、ゆっくりマッサージをしてください。仕上げにくぼんで見えたところに体の水分を集めるようにしてください。下から集めても落ちてくるので上から集める方がいいと思います。あとまぶた、目の眼球を圧迫しないように眉の端から鼻の方に軽くマッサージを行います。見えますか？このように集めて目立たないようにすると左右同じようになってくると思います。このケアで一番大事なのは姿勢です。まず姿勢をこまめにチェックしてください。自分一人でチェックしてもいいのですが、協力してくれる方がいればより効果が出やすくなると思います。ぜひ実践してください。今日の内容が役に立ったと思ったら評価とコメントをお願いいたします。最新情報をいち早くあなたにお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方は写真をタップしてチャンネル登録をお願いいたします。その際に通知設定をオンにしておくと情報を取りこぼさないので、合わせてご利用ください。あなたのエイジングケアと美容に役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。